ゆらみです。今回はワンピース夢ルフィ海賊団団長実況動画やっていきたいと思います。ちょっと前半のね、話がちょっと抜けちゃってるんですけど、これ幽霊船の悪魔というエピソードをやってます。これちょっと裏で、まあ、ちょっとストーリーの厳選してて、それ外出先でゲームボーイアドバンスでやってたんですけど、まあそれ幽霊船の悪魔のやつが出たので、まあ最初だけねちょっとやって、そこでコンティニューしてる感じなんで、ちょっとご了承ください。で何をするかっていうと、幽霊船の噂を聞いて探索を始めるという形ですね。じゃ早速やっていきましょう。はい、ここですね。一番左上のマップのところです。じゃないですか。はい、あ、返り討ちにしました。おお、なんか素直に謝れるっていいですね。ましたよ。マジっすか。野獣のような目。おう。ということで、別の島に行きます。上陸。草も生えないですね。何もなくて好きで。でも目撃弾あるだろ。なんだ、明らかになんか怯えてる感じだな。したもんな。あいつ。おう。マジっすか。なに？巨大な刃物。おう。なんとなく誰かは分かった気がする。来ました。まあ一応左下かな。今回なんか逆ギレパターンが、
炎。なるほど。ということで、いきます。あ、いましたね、幽霊船。三つの島全部回ると出てきます。最後のね、島から右に行ったところですね。あ、やっぱりね、ボウガンじゃないですか。あ、結構、脱走したんですね。あ、ヘルメット出てきた。正気じゃねえ。ま、そうなりますよね。で、今回モーガン一人だけなんで、欲しい。知ってる。あ、これクリティカルなんや。通常攻撃でいいかな。あ、こっちもクリティカル返し。おー、2段階。なんでこんなところに？微妙なところですけど、どういうこっちゃですよね。あ、脱走したんやね。おう、なるほど。なるほどね。悪いのかよくわかんないですけど、あ、まあ海軍基地にあったんで、海軍にお願いされたんで持ってきました。海賊やけど。あ、これ磨いてたんや。若い頃って多分つけられた多分黒い負けた黒と戦った後ですよね。あー、いいね。っていうか、モーガン、クロと一緒に乗ってるのどう思ってんねやろ。わ、悪いな。宝島ね、あるといいな。はい、ということで今回は、モーガン大佐をルフィ海賊団にしたの回でした。で、ここでちょっとお知らせが
あります。で、今次のストーリーを何かなと探してたんですけど、実はこの夢のルフィ海賊団の僕の動画は今回は最終回になります。まあ仲間をね、一通り集められたので、まあ正確に言うと、アルビタと、バーギー海賊団とカワジ以外のメンツは仲間にし、まあ仲間にはしてないんですけど、まあそれね、あえて仲間にはしないです。なんでかっていうと、ちょっと次回作の幻のグランドライン冒険記っていうのがあるんですけど、まあ、そこでね、また仲間にする機会があるので、ここではしないです。で、アルビダは、これ前にもやったアルビダの招待状、多分ストーリー全く一緒なんですけど、美人クリームを手に入れたので、最後のね、アルビダとの戦いの後に仲間になってくれます。で、バギー海賊団に関しては、迷子の海賊っていうイベントが発生したら、そうイベント終了後に仲間になるといった感じです。はい、ということで、結構このルフィ、夢のルフィ海賊団、誕生、まあ、結構ね、長編の作品にはなったんですけど、一応ここで最終回とさせていただきます。まあ、長いことやってきましたけど、まあ、ご視聴いただき、ありがとうございました。またね、純粋な続編の、幻のグランドライン冒険記も、まだ実況プレイやろうと思ってますんで、それを楽しみにしておいてください。ということで、チャンネル登録と高評価、あとコメントもお待ちしてますんで、よろしくお願いします。それでは。